どうもどうも、ジャンプ部屋おじさんです。今日は2021年3月27日でして、週刊少年ジャンプ、2021年16号の感想を話そうかと思います。読み切りの感想です。千田聡、先生原作、作画都築拓也先生で、読み切り落ち武者クの感想です。京都市が、舞台の読み切りでして、京都府民である私は、注目していた読み切りでした。わざわざ京都府民と言っちゃうのは京都市民ではないからです。落ち武者クの、内容なんですけど、京都市役所にインターンに来た、主人公が妖怪退治をしたりとか、妖怪の、住民相談的なものに乗ったりとか、そういう感じの、設定の漫画です。そして、まあ、物語のボス的な存在になるのは落ち武者クという、落ち武者とサメを合わせたような敵でありまして、まあ、作品内の設定では、誰かが、愉快犯的に作り出した創作妖怪という言葉も出てきたりします。はい、ここから感想なんですけど、なかなか面白かったです。まあ、京都が舞台という、漫画ですけど、作中に出てくる場所が割とまあ実際の京都に即した場所が出てきているというか、京都市役所前であったりとか、鴨川の河原であったりとか、あるいはその寺町通りであったりとか、まあその原作者の方がもしかしたら、京都で大学生をされてたんじゃないかなって思えるぐらいに、まあ、京都らしい場所で、実際にある、まあ、雰囲気だけ京都っぽくした背景じゃないあたりが出てくるのが良かったです。そして、まあ、これは気になったところなんですけど、まあ、作品内の設定とかあるいはテーマとか、キャラクターが抱えているものの情報をもうちょっと整理した方が良かったんじゃないかなと思います。というのも、まあ、主人公が、水泳選手を目指していたけど、挫折して、まあ、妖怪退治の世界にやってきたっていう設定なんですけど、まあ、力を持っている人が、何かに挫折した時に間違った道に進まないようにっていうような、そのあたりが、まあ、テーマ的なものだと思うんですけど、まあ、すごくわかりやすいテーマかといえばそうでもなくて、その落ち武者クを作り出した側が、その間違った力の使い方をしているんだと思うんですけど、どうもそのあたりの、敵味方ともに共通している何かに挫折した時、あるいはその力の使い方を誤った時っていうのを、まあ、もうちょっと、分かりやすくというか、単純にまあ文字数少なく情報として、スッキリとして、出せればもっと良かったんじゃないかなと思います。それ以外のそのコメディっぽい部分とかシリアスっぽい部分とか、あるいはそのバトルの感じとかはね、なかなか良かったと思います。まあ、あとはそのこれはおそらくデジタル作画だと思うんですけど、まあ印刷、ジャンプの雑誌に印刷された時を逆算して、まあ画面が作られていないというか、まあぶっちゃけちょっと黒い部分が多すぎるという感じですね。まあ、デジタル作画だと思うんですけど、まあ、トーン効果をちょっと使いすぎな感じがあったりとか、そのトーンがかかってる部分、網がかかってる部分が、印刷した時にまあ結構潰れていたりとか、そういうところのまあ逆算的な部分は必要だったんじゃないかなと思われます。まあ、それはどっちかっていうと今回多分デビュー作に近いもんだと思うので、まあ原稿の段階で編集者がまあ注意というか、まあアドバイスすべきことだったんじゃないかなとは思います。はい、そんな感じの落ち武者クの感想でした。テーマとか設定の部分の情報の出し方というのが洗練されたら、もう一段階化けていく作品なんじゃないかなと思いました。今後の涼先生のご活躍に期待するばかりです。それではまたお会いしましょう。さようなら、さようなら、さようなら。